マグロ撮影開始。はるか昔、この世界がまだどこまで行っても果てない海と、どこまで行っても尽きない空だけだった頃、二中の巨大な神が生まれた。互いの存亡をかけて戦い、そしてムクロとなった。それから幾万の昼と夜を経た今、僕らの世界、巨神のムクロの上に広がる大地、巨神界は鬼神兵によって蹂躙されていた。
右翼の乱れに乗じて進軍た。機械の化け物にしちゃ知恵が回るじゃねえか。けどな、ダンバン、戦軍に撤退命令だ。戦線をコロニー6まで交代。そこに最終防衛線を張るぞ。なるほど、そいつは賢明だ。このままじゃ俺たちみんなあの領域だからな。ちげねえ、それじゃとっとと引いちまうぜ。なんて言うとでも思ったか。何、引かなきゃ死ぬが、引けば未来はつかめない。なら掴もうぜ未来。何、俺たちにはこのモナドがある。掴めるさ、絶対にな。このイノシシが。これ以上は貴様の体がモナドについていけん。動きを見ていればわかる。その年でもう老眼か、ディクソン。俺は平気だよ、まだこいつは握れてる。イノシシには言葉が通じないか。よかろう、俺も付き合わせ。貴様の死に顔を拝んでやろう。あんたに拝まれるのだけは勘弁願いたいね。おいおいおい、撤退命令が出たって言ってたろ。俺はごめんだぜ。ダメダメ、お前も来るんだよ。そいつだって頼りにしてるんだ。敵の第二陣が進行開始しました。さーて、ダンバンよ、奴らに見せてやろうぜ。俺たちホムスの生き意地ってやつをよ。承知。何が生き生きだよ、バカじゃねえのか。死んじまった冗談にもなんねえぜ。仕方ねえ、こうなったらダンバンの野郎をおとりにして適当に隙を見て。でも俺たちを滅ぼしたいらしいな。奴らもそれだけ必死なんだろう。なら勝機はあるさ。だな。ディクソン、ムーカ、行くぞ。
はせんぞ。ダンバ、大丈夫か。見りゃわかるだろう。まだまだいけるぜ。差し物英雄様もそろそろ限界のようだな。ムムカ、どこへ行く。そっちは悪いな。騎士兵どもの狙いはてめえのそれ、モナドだ。せいぜい決まって奴らを引きつけてくれよ。この俺のためにさ。ムムカ、お前は墓ぐらいは立ててやるって心配すんな。じゃあな、甘えよ。待て。おいおい、悪い冗談だぜ。なんだかな、俺たちの悪運もここまでってか。ダンバン、ディクソン、残りの兵を頼む。ダンバン、まさか貴様。バカな奴らだぜ。あとはほとぼりが冷めた頃見計らってモナドを拾いに行けば。いってにゃー。鬼神兵どもを、ホムスを、巨神界の人間を食われるのを待つだけの餌と思うなよ。は71式鬼神兵。こいつの光学系、対空砲の照準に使えたはず。ダメか、完全に壊れてる。関節部分はひん曲がってるか。これじゃ使い物にならないな。69式だ。こいつの装甲、確か盾にちょうどよかったよな。引っぺがして持って帰れないかな。シルク、ライン、こいつ鬼神兵じゃない、コロニークライムだ。鬼神兵の装甲を空にしていたのか。俺が奴を引きつけて転倒させる。奴が転倒したらその隙にアーツを打ち込んでくれ。
感じだよ。こいつは楽勝ムードだな。俺に任せろ。騒いできた。ほら今ならやれそうだ。ほら力を感じる。ありがとうライン、助かったよ。たく、一人で勝手に行っちまうんだもんな。あんまり離れるなよな、俺から。コロニーから一歩外へ出ればこんなのがゴロゴロいるんだからさ。うん、でもおかげでこいつの殻取れたし、コロニーのみんなきっと喜ぶな。そういうことじゃなくて、まあいいか。そういうお前だから作ってくれるんだもんな。最高の武器、このジャンクバンカーだって優秀だぜ。ディクソンさんが作る武器の見よう見まねだけどね。ま、ダンバンのあれにはかなわないけどな。モナドか。いつかあの力の秘密解き明かしてみたいな。期待してるぜ。さあコロニーへ帰ろう。訓練の集合時間に遅れるとぶん殴られるんだ。直角ヒゲに。直角ヒゲ、はあ、防衛隊長か。怖いもんねあの人。そういうこと。ごめんね、防衛隊の休憩時間だったのに無理やり付き合わせて。いいって。さあ急ごうぜ。
リンパエッジ。この戦いだったな。この調子で行こう。
マービートだ。頼りにしてるよ。ナイン、何とか勝てそうだ。よし、守り切ったぜ。気を抜かずに行こう。さてと、俺は防衛隊本部に顔出さなきゃな。お前は兵器開発局の研究棟か。うん、使わないパーツ売ってからね。分かった、じゃあまた後でな。
よっ、ええ、よっ、はい、よう、
あらまあ、何か用？はいはい。何か用？何か？何か？
もっと強くなりたい。これはこれは。Ha!
こら、一体どういうつもりか。うわ、防衛隊長だ。民家に自走砲を激突。貴様、何年防衛隊をやっておる。しかし隊長、いくらなんでもあのスピードでの旋回は無理です。軍事区まで40秒で戻るなんて無茶ですよ。言い訳なんぞ聞く耳持たん。気合で曲がれ、気合で。そんな貴様ら、コロニー6との合同演習において最低の成績を収め、俺の顔に泥を塗ったことをもう忘れたか。全ては気合が足りんからだ、気合が。はい。即刻居住区の自走砲を回収。その後全員腕立て1億回。貴様らの上腕二頭筋を破壊する。隊長、回収はできません。何？なぜだ？理由を言ってみろ。はっ、激突の衝撃でエーテル電動ケーブルが損傷。それにより全エーテルエネルギーが流出。エーテルシリンダーが体からであります。シリンダーなんぞすぐに交換しろ。そんな単純なこともできんのか、貴様。予備のエーテルシリンダーは全て使い切っておりまして、再充電には3日はかかるそうです。備品の補充は常に怠りなくと言っておろうが。は、申し訳ありません。たるんどるからだ。防衛隊長、相変わらずだな。これじゃ戦う前に兵がへばっちゃうよ。
こんにちは。こんにちは。こんにちは。これはThank you.
どうした。